かしこの回スワローズ点差を縮めていきます。1回終わりました、4対1、スワローズが追い上げています。先発の山崎打席に入ります。舐めてかかるとやられますよ。バッティングいいですからね。そうですね。高め打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は1番に帰ります、バッター福田。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。外の球外れています。次が3球目。キレがありますよね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。外れましたけどいいボールですよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。打ちました、山田。ツーアウトになりました。バッターボックスには2番宗。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。これもファウル。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。4対1、バファローズがリードしています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。7番から始まるスワローズの攻撃、尾花打席に入ります。スワローズビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。高め打ちました。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました、スワローズ。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには西浦が入ります。さあここは追い上げておきたい場面、まあ、ピッチャーを助ける意味でも早めに返していってあげたいですね。なるほど、そうですね。いいコースですが外れています。外角低めのストライク。3球目は何で来るか。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。いい当たり、これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。さあ打席には先発の石川が入っています。失点も多いですし、ここは変えてもよかったと思いますね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。ファウルになります。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。これが3球目。釣り球、しかし誘いには乗りません。さあ4球目は何か。内への変化球は空振り。
外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。引っ張った、ファーストの横抜けました、サードランナーホームイン、1点返しました。ヤクルトスワローズ、ライト前へのタイムリーヒット、4対2になりました。スワローズなおも二塁一塁のチャンスです。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を縮めます。まあやっぱり積極的にバットを振っていった結果ですよね。ここで得点が入りました。ここは続けていきたいですね、さあそしてこのチャンスで打席には1番の塩見が入っています。さあまず1球目、バントしました、ファウルです。併殺狙い、インコースに攻めてきました。二塁ランナーを気にします。二塁タッチもセーフ。よく見極めましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。ストレート打った、セカンドの右、二塁へ送球、二塁フォースアウト、ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には青木が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。インサイド打った、ショートの左、取った、二塁送球、際どいタイミング二塁アウト、スワローズ1点返しました。4対3、その差を1点としました。バッターボックス山田、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。スワローズ点差を縮めて打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回スワローズ点差を縮めていきます。2回の裏4対3、スワローズが1点差まで追い上げました。小宮山さん、リードを許している展開なんですが、この後ピッチャーとしてはどんなピッチングが必要ですか？いや、これはやっぱね、味方打線が援護してくれるはずですから、とにかく我慢ですね、我慢のピッチングですね。そうですよね、我慢の二文字頭によぎる、そんな投球できるんでしょうか。外、これは外れていきます、ボール先行です。内へ低めの変化球、ここは厳しいところに決められないと危ないです。インサイド打ち上げました、打球はセンターへ、塩見抑えてワンアウト。今画面に出ているのが先ほどの配球です。これが1球目、ファウルになります。2球目は何で来るか、この球は外れています。ボールになります。アウトコース打ちました、これはセカンドライナー。バッターボックスには5番、 T 岡田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、塩見が掴んでスリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。4対3、バファローズが1点をリードしています。こちらが先ほどの配球になります。これが初球、初球ストライク、
際どかったですよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。5番バッターサンタナ、まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球ボール。さてバッターのサンタナ、どういうバッターなんでしょうか。まあ、やはり一発が怖い。打ちました。これはどうか、破りました、センター前。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には同点のランナー、バッターは中村。ここはエンドランが面白いかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで。インサイド、高い打球左中間へ。ここはフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスは7番尾花、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。改めてお聞きしますが、バッターの尾花、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はフルスイングで長打を狙っていくバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。ファウルになります。次が4球目。打ちました。またファウル。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。3回終了4対3、バファローズが1点をリードしています。バッターボックスは6番足立、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。このクロスファイアーはいいですよね。はい、低めにストレートが決まっています。この球は外れています。大きく外れました。インサイド落ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ご覧いただきましょう、非常に速い打球でした。完璧に捉えられてますよね。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上の追加点は避けたいですよね。なるほど、そうです。送ってきた、左方向へ転がした、ピッチャー取った、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。インサイド打った、ボテボテのピッチャーゴロ、掴んだ、一塁アウト、ランナー三塁はそのままです。さあバッターボックスには先発の山崎入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。
際どかったですよね。さあ3球目は何か。低め空振り。低めの変化球空振り。追い込みました。空振り三振。ここは投げ勝ちました。得点を与えませんでした。